えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、シンバルレガートのレガートはどういうことかっていうところのお話をしていきたいと思いますね。これも質問にあったんですけど、レガートってそもそも何なのっていうお話ですね。えー、これ、レガートとか、スタッカートとか、テヌートって全部イタリア語なんですね。で、レガートっていうのは、えー、要は、ん、髪の毛をレガートするっていう風な言い方をするみたいで、要は縛るっていうか、繋げるっていう意味なんですね。で、スタッカートっていうのは、 次の音をカットするっていうことなんで、こう、要は次の、要は髪の毛をスタッカートするってことは髪の毛を切るっていうことなんですね。なので、こう、あったものをつなげるものと、スタッカートって話すってことになるんですね。レガートとスタッカートっていうのは、だから相反する言葉になるわけです。でも、よく出てくるのは、スタッカートとテヌートってよく出てきますよね。まあ、文字、要はスタッカートってこの点のやつ。 で、このテヌートっていうのはこの長いやつですね。で、スタッカートってどういう意味か音を切るというイメージがあるんですが、元々の文字通り、スタッカートは切るという意味があるんですね。で、テヌートっていうのは何かというとですね、これは、うんと、一泊が100メーターあったとして、100メーターまんまやると、どーれーみーだ、どー ねえ、レーってちゃんと減衰するんですね。こういうのって打ち込みで考えるとゲートタイムって言うんですが、80%とか70%、要は80メーターとか70メーターの演奏をすることによって普通のシボンって成り立つわけね。じゃあ、スタッカートって次との関係を切りたいわけだから、100メートルを50とか25にすれば関係が切れるわけですよ。だからスタッカートっていうのは音を短く切るっていう意味があるんですね。テヌートっていうのは何かっていうとですね、テヌートっていうのはこう、英語で言うとホールドなんですね。 落ちないように持っとくっていう意味なんで、こう減衰していくものを、こう上からガッて構えて、この、要は電話機をホールドするとかこういうことですよ。だからこう、ぐっとこう持っておくっていう感じ。だから、こう、ミーに近づいていくということなんですね。100メーターに近づいていくことを、近づけることをテヌートと言います。レガートっていうのは、音を、要はフレーズをつなげていくっていう意味なんですね。 ここで一つ出てくるのが、スラーってことなんですね。スラー。タイとスラーって何が違うかっていうとですね。タイっていうのは、まあ、こういうふうな使い方しないですが、ドドドを、こう二分音符をこう繋げると、同じ音程を繋げると、この二つが、こういう全音符と同じになりますよ。ここで使う意味はあんまりないんで、本当はこう小節点をまたいでたりすると、こうやって繋いますよという。タイというのは、基本的には英語ですよね。タイってネクタイのタイなんで。タイっていうのは、こう繋ぐという意味ですね。 で、このスラーっていうのは、これは、これも英語なんですよ。スラーはレー、レガトゥーラーって言いまして、要は、音を、要は、レガートするっていう意味なんですね。タイか、スラーを、どういうふうに、えっ、ー、と、見分けるかというとですね、えっ、ー、と、音程が違ったらもう確実にスラーです。音程が一緒でも、二つまでは、 えー、二つの音を繋げるときにはタイを使いますが、三つ以上になってくるとこれはスラーです。だから、ドードードーっていうのをちゃんとこうフレーズを繋げて、ここ滑らかになるように演奏してね、と。で、こう上にスタッカートとかテヌートがかかったら、これはもちろん二つであったって同じ音程であったとしても、これはスラーっていうことは音を繋げる。じゃあ、スタッカートしてスラーってどういうことかっていうと、スタッカートっていうのはカッカッカって切るんですが、その切った音のベクトルが繋がってる。要はカッカ カッカッカッだったら音の関係はなくなるんですが、カッ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 っていう風に、こう、ちゃんと短く切ってるけど、ちゃんと繋がっていると、これちゃんとスラーがかかっているとか、レガートゥーラーがかかっている形ですね。というわけで、レガートとスタッカートっていうのは反対になるんですよ。教えてるとよくやるんですけど、この、右手だけでターン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 、タッ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 ,タッ,タッって切ってごらんっていう風に言うと、みんなこうやるんですね。 要は、初速を速くすると音は短く聞こえるんですよ。こういうね。でこういう、一泊ギリギリまで保ってると、音は長く聞こえるんですね。ってことは、レガートっていうのは、こういう、これレガートにならないんですよ。全部スタッカーとかかっちゃうんで。やっぱり、ギリギリまで音が伸びるように、ゆったり叩く。 速度は速いんだけど、ここのゆったり部分をちゃんと理解していないと、シンバルレガートっていうのはうまく繋がっていかない。です。ちなみに、テヌート。テヌートのお話をしましたが、さっきのテヌートになんソステヌートっていうのがあります。音の長さを十分に保ってっていうのはさっきそうですが、100メーの部分を80で減衰させずに、100メーに近づけてねっていうことなんです。でも、テヌートも、ソステヌートも、 日本語の訳は音の長さを十分に保ってになってるんですね。僕はソスはどこに行ったんだっていつも思ってたんですけど、ソステヌートっていうのは下から支えるっていう意味らしいですね。フェヌートは上からこうやってしっかり握ってるっていう感じなんですか、ホールドって感じなんですか、ソステヌートは下から支えてあげる。音の音色感が違う。要は落ちそうになってるのを支えてるのか、上でぐーってちゃんと、ちゃんとホールドしてるのかっていう音の音色の使い分けですね。で、ソステヌートはちなみにどうでもいい話ですが、 裏口入学という意味があるそうです。要は足りない学力をお金でこう支えるという意味があるということですね。なので、テヌーとスタッカーとレガートっていうのはこういう関係にあります。なのでね、シンバルレガートっていうのはジャズだとこういう音形になるんですが、これはベースがターントーン、トーントーン,トンってベースが弾いてるところをこうちゃんと音色をレガートしてあげる。ね。ちゃんと繋がっていくように、こう、ベクトルがちゃんと繋がっていくようにしてあげる。これがレガート。でなおかつ、二拍四拍から 裏から表にやるとリズムがこう推進するっていうことね。クラッシュ。フィルからクラッシュするところが裏から表。ここも裏から表、裏から表。っていうのがずっと裏から表繋がってって、裏から表まで一定のフィルインをしてクラッシュをする。要はこれも裏から表っていう感じで常にベースの この四分音符で連結してるやつを後ろからぐーッと押して繋げてあげるという、そういう意味があるので、シンバルでレガートするっていうことで、シンバルレガートっていう名前が付いてるわけですね。ということなので、シンバルレガートっていうのはどういうことですかっていうと、基本的に音楽用語なんですが、こう、レガートっていうのは、えっ、ー、と、なげる、スタッカートのちょうど反対になりますね。えー、テヌートっていうのは音の長さを十分に保ってということになります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした